スグルさん、もっとよく噛んで食べてください。はい、あ、お水をお注ぎしますね。すごいわ、3人とも。うん、めちゃくちゃなスピードで食べてるよ。あっちもすごいけど。ん？まだまだいけるわよ。やはり人間とは思えんな。そうですね。うっ、水。はい、どうぞ。あ、すみません。ハマジたち、ペース落ちてきてるわよ。結構来るからな。ああ、なかなか飲み込め。スグル君は一定のペースで食べ続けてるよ。こういうのってリズムに乗って食べるのがいいらしいよ。え、そうなの？うん、指でトントンテーブル叩きながらリズムを取るとかさ。ダメだ、俺もう食えんぞ。え、もう？一皿がかなりの量だからね。ちょっとやだ、ハマジ。トイレ行ってきなよ、トイレ。川原、あとは任せた。川原くん、青色が悪いぞ。うん、シアノーゼ入ってるの。まだいける。根性だな。スグルには負けられんからな。ねえ、川原くん、意識飛んでない？大丈夫ですか？これはいかんな、気を失っている。え？とりあえず、医務室に連れて行こう。グル君と式場先生だけね。スグルさん、
流し込み作戦か。ここに来てスグルくんペースが乱れてきたね。うん、苦しそう。まだまだ、どんどん持ってこい。うりゃ、ですね。恥ずかしい。他人のふり、他人のふり。そうだね。スグルくん、頑張って。あとちょっとだぞ。スグルさん、あと3口、うん、あと2口よ。スグル、やったー、60分ジャスト。スグルさん、よく頑張りました。やっぱりスグルだよね。うん、見直したわ。惚れ直したの間違いじゃない。みゆきこそやるときはやる男だからね。それでは今回の優勝者を発表します。なお優勝者への賞金は当ホテル日本三日間のペア招待券です。このホテルの？うそ、すごいじゃん。私も参加すればよかった。優勝は、桐生市立第4中学校2年生の安藤美山さんです。え、美山ちゃん、60分で17杯完食という最強を成し遂げました。全然気づかなかったけど、リタイアしてなかったような。そうですね。副賞のペア招待券はどなたとの使い合いですか？もしかしてあれ人かな。あの、悟空いりません。いらない。はい、泊まってる旅館がいいです。仕
かし当ホテルのスイートですよ。みんなと一緒の方が楽しいです。はあ、すいません。大丈夫ですか？俺もトイレですっきり。汚いなぁ。河原くんは？俺も全部出した。もうその話はやめようよ。でも美縄ちゃんは元気そうだね。はい。一体あの量がどこに入ってんだか。うん。とりあえず、早く時代劇村に行きましょう。うん、そうだね。やっぱり忍者だよな。あのハードでスピーディーな切り合いがたまらんぞ。いやいや、やはり男は北町奉行所だろう。あら、一番は花魁道中じゃない？私はお笑い劇場が楽しみ。皆さんそれぞれです。すぐるさんは何が見たいですか？地味な趣味だね。水芸かな。あ、あれはとても素敵ですね。水芸？そうですよ。水がピュピュッと出てくるんです。はい。はい、そうですね。うちの人は金魚売ってるわよ。にぎやかだね。ほんとね、江戸の町って毎日お祭りみたいだったのかしら。うん？あら、どこに行っちゃったのかしら。すいません。何か面白いものでも見つけたの？いえ、お話ししてました。誰と？
知らない人。ミノアちゃんってよく知らない人に話しかけられるよね。うん。ここ江戸時代だよ。あら、偉人さん役っていうのもあるわよ。大正時代ならわかるけど。はい、あの、映画。え？映画？はい。時代劇村でナンパとは。うん、暇な人よね。しかも映画と来たもんだ。あ、園内で上映してる？いえ。町まで連れ出そうとしたの？みなわちゃん、可愛いんだから気をつけてね。違います。映画に出ないかと。それってスカウトってこと？ああ、そうよね。ナンパの口実かもしれないし。とってもいかがわしいやつかもしれないしね。いかがわしい。そうだよ。例えばさ。エッチなのはいけないと思います。それではこの名刺はポイします。名刺？あ、はい、連絡が欲しいと。はい。どうしたの？有名な人？すごーい！みなわちゃん、顔見て気がつかなかったの？私なら即 OK だよ。私も出てみたいわ。私も迷子になるんだったわ。どうなさんした？
甘酒がお気に召しませなんすか。すぐるくん、すごい緊張してる。あ、そうだ、シオン太夫。シオンでよござんす。甘酒なんぞでよろしければご存分にお飲みなんし。いいんですか。わっちゃの大切なお方でありんすから。耳がおかしいです。あの、言ってる言葉が理解できなくて。オイラン言葉。外国人さん。綺麗だったわね、シオン太夫。はい。うはー、甘酒美味しかった。地図ったら、あんなに飲むんだもん。気分に酔ってるのだよ。楽しかったです。それじゃあ次はどうするの？次は…あ、お姉ちゃんたちです。それじゃあそろそろ合流する？うん、そうしよっか。いろいろ種類がありますね。あれを着るのも楽しそうです。あー、でもこっちも捨てがたいですし。あ、その衣装も可愛らしいですね。悩んでしまいます。あ、すぐるさん、すぐるさんはどれがお好きですか？はい、すぐるさんのお好きなものを着させていただきます。
それじゃあ早速着てみますね。お待たせしました。そうですか。売れっ子ナンバーワンの芸者さんだな、これは。ああ。なんだか恥ずかしいです。いや、似合ってますよ。俺には眩しすぎる。大丈夫ですか？はい。おいおい、お前今トリップしてたろ。トリップ？いや、そのすいません。それは嬉しいで、アリンス。川原の若旦那様にそのようなお言葉をいただけるとは。芸者冥利に尽きるというもので、アリンス。マホロさん、早速なりきってるね。オイラン言葉になってるからな。え？芸者といえばゆったりとした京言葉でしょう。そうなんですか？さっきの花魁ショーの影響だな。あらら、失敗です。それでは改めまして、お呼びいただいて大きに。お、本日お店出しさせてもらいました、マホロと申します。よろしゅうお頼申します。マホロさん、完璧っすよ。へ、おおきに。京言葉っていいよな。大胆な表現だな、スグル。こっちで一杯。それはあきまへん。うちまだ未成年どす。なんか固いこと言わずに。なに調子に乗ってんだ、ハマジ。だってマホロさんが乗ってくれるからさ。とっても面白いです、芸者ごっこ。ほら、打ち回していただきます。おお。これは。相変わらず正確な比喩音頭だ。しかし美しい。
れ、スグルさん、スグルさんがいません。先ほどまでこちらにいらしたのに、急にどちらに行かれたのでしょう。スグルさん、何者？許しません。スグルさん、今助けに参ります。ところで